プリシラ・スーザン・ビューリーは、イギリスの植物学者、植物画家である、リバプールの豊かな商人の娘に生まれた。1830年に、有名な鉄道技術者、エドワード・ビューリーと結婚した。銀行家でアマチュア植物学者のウィリアム・ロスコーと共に働き、1831年から1834年の、六遊水植物船を出版した。ビューリーが原画を描き、 ジョン・ジェームズ・オーデューボンの著書でも版画作成を行ったロドナー・ロバート・ヘーベルが版画の作成を担当した。6ユーズイ植物船ではアクアチントが用いられ、350の植物については部分的な手採取がなされた。大型フォーリオ版のこの豪華本は主にランカシャーで79部しか売れなかったが、オーデューボンも購入者の一人だった。ビューリーは、 ベンジャミン・マウンドの観光物、ザ・ボタニストの図版も描いた。ベリーは植物の学名で命名者を示す場合に、プリシラ・スーザン・ビューリーを示すのに使われる。ありがとうございます。